こんにちは。今日もポケモンランクマッチ潜っていこうと思います。今日使うポケモンなんですけど、この鉄の神戸ですね。この鉄の神戸を使ってランクマッチ潜っていこうと思います。はい。で、タイプが悪飛行タイプとなってます。サザンドラの未来系ポケモンになるんですけど、まあ、サザンドラのドラゴンタイプの枠が飛行タイプに変わってる感じですかね。はい。で、持ち物、テラスタイプは飛行となってます。で、はい。持ち物がブーストエナジーですね。まあ、これはもう、新しい環境の中ではね、持ってるポケモンが多い、一番能力値の高い数値を、まあ、素早さだったら 1.5 倍、他の能力値なら 1.3 倍にする専用の持ち物となってます。はい。で、覚えてる技が、暴風チャージビーム、大地の力、悪の波動となってるんですけど、まずね、このね、タイプ1で打てる、この高火力の C122 から繰り出される暴風がバカみたいに強いんですよね。もうこれ打ってるだけでめちゃくちゃ強くて、で今回ね、その、まあ、暴風を必中にしたいというところで、まあ、雨降らしのペリッパーをサポートとして一緒に入れてるんですけど、まあ、それで雨を降らして、もう必中暴風でもうコッパみじんにしていこうっていう感じですね。はい。で、チャージビームが命中90の威力50の電気技になるんですけど、まあ、当たればね、8割の確率で特攻が上がる技なんで、まあ、この子ね、ちょっとね、悪巧みとかの積み技を覚えることができないんで、奮い立てるかなんか覚えたような気がしますけど、まあ、せっかくだったらね、Cも上げたいというところで、まあ、なかなか打つ機会は限られるんですけど、はい、今回チャージビーム採用してます。で、環境的に地面技もある程度通りがいいんで、まあ、第一の力と、あとタイプ1で打てる悪の波動ですね。はい。で、努力値ぶりなんですけど、もう臆病の CS ぶっぱで、はい。ブーストエナジーを使うことで素早さが上がるようにしてます。はい、まあそんな感じで潜っていこうと思います。もうね、なんかね、暴風打ってたらなんか勝てそうな気がするんで、もうバンバン暴風打っていこうと思います。で、はい、今回の動画なんですけど、まあいつも通り、先日僕がライブ配信してた動画の切り抜きになるんで、まあリスナーさんとかとのやりとりだったりだとか、コメントを返してるところとかあると思うんですけど、まあそれを踏まえてご視聴いただけたらなと思います。はい、それじゃあ対戦の方へどうぞ。もうパラドいないじゃん、パラド。スコビランコータスね。天候パーパーティーだね、お互い。あ、ジバコ強そうだよね、普通に。直気ジバコとか、無難に。だからなんか直気持ち欲しいね。今、ちょっと6回ぐらいやったけど、なんか直気持ちのポケモン欲しいね。でもこれはセオリー通り投げていけそうだけどね。ああ、2パターンあるのね、この。はい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 。ヤドランで寒いギャグをするパターンとコータスでのスコビランのパターンの2パターンあるってことね。特殊増えましたね。包みと毒画とか。直気持ち欲しいね。直気ガブリナスとか強いんじゃないの？鉄の武人？今のとこ弱いっすね。耐久力もないしね。なんか火力もそこまで特化してるってわけでもないし。寒い行儀してくんのかな？まあ、一旦ジェットパンチ打つか。まあ、一応10万ボルトとか覚えるからね、この、ヤドキングちゃん。トリックルーム。インゲンさんが HD チョッキーガブリナス紹介してました。普通にエースチョッキーとかでいいんじゃない？耐久に回さなくても。腹張り最強だった？やっぱそうよな。やっぱ直気持たせるなら腹張りとかいいかもね。確かに。トリックルーム？ブーストエナジー使いたくないんだよ。まだちょっと小づいてみるか。
まあ相手も分かってるんだろうな、これ。それだったらもう神戸出すしかないね。未来予知されるんだったら。寒いギャグ、トリル、未来予知、あと何なんだろうな。俺、催眠術とかやめろよ、マジで。あくび、はい。あくびなんだ。まあでもこの感じ見ると多分春クジラなんだろうな、裏は。まあ未来予知当たるのバカバカしいし、まあ悪の波動打っとくか。コータス？ウスコビランなの？初見です、こんにちは。俺も腹張り使おうかな。足ないっすね。未来予知結構痛いからね。荒ぶる竹、それが作ってないっすよね。え、何あのヤドキング。未来予知、あくび、トリル、寒いギャグでしょ。なんでヤドキング選出してんの。これマジでまだどっちが裏なのかわかんないね。相当ペリッパー警戒して、コータスとヤドキング選出してきたってことかな。お、来たね、スコビラン。ヒバに色厳選2000体追加、マジでない。てか、エースバーンとか月光河とかってさ、俺使えると思ったっちゃけどさ、使えないんだね。いつ使えるのあれ。もうここは暴風打っていきますか。技範囲広いからね、パラドックスポケモン。なんかなかなかやりたいコンボ決まんないなぁ。そっか、再生力だもんな。いや、これ長い戦いになりそうだな。これも20分コースですね。未来予知。まあ、ここで、変えてくるのかな。アメターンがあと2か。まあイルカマンに変えますか。1回。トリル打ってくんのかな。せっかく未来予知したんだったら交換したくない。まあそうよな。コータスか。はいはいはい。まあここはクイタン打っていくか。まあこのコータスさえ突破できたら何とでもなるからね。
あと順伝とかも使えるんかなと思って、ウキウキで順伝とか作ってたわ。空火それラッキーだな。じゃあ遠慮なく羽休めさせていただくか。全然食らわんでしょ。まあ、ここトンボでいいかな。初見です。デリバモドキが思った以上に強かったです。絶対強いよね。私もウキウキでディンレ捕まえた。俺もウキウキで格闘テラスのイーユイとか作ってさ、これ絶対強えわって思いながら。これ2ターン目だよね、眠りターン。まあ、ここは、まあ、悪派でいっか。なんか居座ってるな。ドリル。じゃあその未来予知腐ったじゃん。それやったくない？なんかしれっと最長眠り引いてるけど、まあこれ次起きるからね。あれ待って、俺ちょっと待って、俺ペリッパーにしてなかった今。ちょっと待って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 。まあでもペリッパーでも大丈夫か。さすがに受け切れるか。てかよりによって最長眠りはちょっと運が悪いっすね。ゼロ。ほん。まあ跳ねするか。もっと早めに負けばよかったにね。空火とか打たなくて。はい、ちょっと一旦暴風してみるか。こう見えてペリッパーって物理方面めっちゃ硬いんだよね。意外とね。で、これで次で起きるから。でもこれ相手積んだんじゃないの？
で次で神戸が起きるじゃん。で神戸に対して何もできないし、なんだったらトリル張ってるからあっちの方が先に動くわけで、もう相手積んだんじゃないですか。あ、もう切ってくるんだ。へえ。名物見て。まあでも環境的に悪技打ってくるやつ多いからね。まあ、分からんでもないな。で、ここをイルカマンで受けて、スコビランから来んの？ああね、トリックルームしてるから、まあ別にいいし、みたいな。そんなに強いの？神戸言うてめっちゃ硬いけど。普通にアクハ打つか。なんか釣り交換してきた。怖っ。さすがに晴れてない。なんか A も C も100ぐらいとかじゃなかったっけ、あいつ。さすがに神戸舐めすぎ、それは。じゃあもうトリルも切れるし勝ちかな。まあでも抗ってくるね。このテラス？草なんだ。へえ。テラバースト？ソーラービーム？エナボとかも覚えるんかな？ソーラービーム？さすがにスコビランの方が早いか。CS とかなんかな。まあだったらもう神戸が上から暴風打って、まあジェットパン助けだったとしてもジェッピーで落ちるから勝ちだよね。オッケー。いやでもなんかこの試合なんか面白かったね。なんかお互いサイクルして。いい試合だった。楽しかったっすね。緑頭の方にテラス被り物つくんや。ね。間につければいいのにね。ドードリオとかどうなるんやろね。で、チョッキガブリアスって結局あれじゃん。包みに弱いからうんこかもね。でもこれめっちゃいけるくない？いきなりチョッキガブリアスめっちゃ刺さってるんだけど。クソ刺さってんじゃん。
いや包みきついよね。ドラパどうしよう。まあなんとかなるか。いやどうしてもね、この神戸で暴風打ちたいんよ。剣が、凍風とか使ってくるからね。まあでもタスキは剥がしたいよな。まあでも変に突っ張らんくてもいいよな。いやシャドウも耐えれないもんね。凍風だったら引きでいいんだけど。まあでも引くか。神戸暴風は考えた。いや神戸暴風強いよ。あ、よかった。ここ風だったら OK。 いやその急所はちょっとやばいんだけど。いや急所はやばいっすね。危なっ。ちょっとやめてくださいね、そういう催眠術とか。あ、もうこうなったらもう暴れれるよね。そうだね、格闘タイプ多いもんね。まあ暴風でいいでしょ。 OK。 いしかも耐久力めっちゃあるからね。この神戸はあの包みと違って普通にめちゃんこ硬いから。相手も素早さがあるのこれ。おい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 、同速勝負なってるって。お前ただ乗りしてんじゃねえぞ。やばい、ただ乗りされてる。やばい、同速勝負だ。いや同じこと考えてんじゃねえか。まあテラスタルの優先順位は、の 50% はあなたが取ったんで、攻撃は僕ですね。もうやだ、同速勝負。ちょ、マジ勘弁して。OK! いいね。これ耐えるのやば。ははははは。結局同じじゃねえか。やっぱ硬いんだよな。うわ負けたし。うわやばい、ただ乗りされてる。いやでもここで雨が上がったから、まあ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 、まあ、でなんせうちのガブリアス直帰なんだよ。いやもうここでもうなんかもう、なんかもう変なことされたら無理よ。暴風打ってきたらもうお手上げっすね。ちなみに、俺はめちゃくちゃ今日ハイドロポンプ外してます。引っ込める？なんで？サーフ号。風船ってこと？
オッケー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 。風船ってことはこっちが上取ってるから、え、買ったんじゃないこれ。なんで引っ込めたの。勝手になんかハチマキとかと思ってくれてんのかな。え、買ったんじゃないこれ。暴風当たっても死なんし、まあ、なんか混乱事象以外は勝ちじゃん。おやめろって。いやでも3回ぐらいは耐えるやろ。強っ、危なっ。エアスラ暴風、火炎放射、悪の波動みたいな。危なっ、耐えましたね。ムーマ、あ、なんか久々見たわ、原種ウルガモス。ムーマサーフゴガモス。マリルリ、セグレイブ、ナマズ。なるほど。もう多分セグレイブ結構刺さってるから、セグレイブは投げてくるだろうね。セグレヘイラッシャーアット1みたいな。いやでも地面テラスタル地震とかされるとちょっとめんどくさいよな。まあでもそん時は一旦ペリッパーに引けばいいか。神から来た。これは出し勝ちなんじゃないですか。てかあれ持ってないね。タスキとかなのかな。マジフレ負けん気だったらどうしてたの。なるほど。マジ負けん気だったらどうしてたんだろう。ヘイラッシャー、まあここはステロマイテ切っていきますか。そしたら神は死ぬんで。あくび、でもそのあくび美味しいな。取っとけるじゃん。まあ、ちょっとウェーブタックルの火力が上がっちゃうのはちょっとあかんな。地割れ。一旦暴風するか。B 特化かな。ラックビー、はい。残飯ね。いや、ここ日大タックルされるのあんま美味しくないな。
守るをしてたんだ。危な。守る持ちってこと？暴風ってこの3割で混乱させて運ゲーに持っていけるからやっぱ強えな。ってなるともうテラスタル切って暴風してたら勝てるんじゃないですか。でさすがにこの程度の HP のヘイラッシャーぐらい持っていけますよね。いやなんかほんとあくびから入ってきてくれたのめっちゃ美味しかったな。なんかしっかり不意打ちケアしてきたのにね。守る、はい、まあ、ちょっとでも回復しとこうっていう魂胆か。落とせないんじゃない？うわー、ギリ足らぬか。また混乱してる。自称しろ。自称。まあ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 、さすがに世の中そんな甘くないよって。3割混乱やばいよね。でポケモンの3割って地割れの3割は3割じゃないのに追加効果の3割はマジで5割ぐらいあるよね。熱湯しかり。え、引っ込めるの？マジ？ステロのこと忘れてない？絶対忘れてるやん。自称が怖かったのか。絶対今やったわって思ってるよ、この人。ステルスロック巻かれたこと忘れてたでしょ。チェグレイブ。はぁ、あ。まあ、不意打ち圏内入れればいいからね。まあ、暴風で削っとくか。マジ、暴風打つだけで強いじゃん。いや、これほんとステロ巻いててよかったな。いや、B 特化だから、余裕で耐えますね。ダイスか。いや、いいダメージ出るね。なんか刺されば強いね。
まあさすがに、いや普通に暴風で良かったんだけど、まあさすがにつぶてじゃ死なんから、さすがに死なん。オッケー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 、普通に暴風でよかったな。ちょっとだけプレミしましたね。まあもう無理でしょう。抗うね。諦めなさいよ。俺に勝てるわけないだろう。もう今これウォーターセブンのルフィとウソップですね。意地でも降参しない人なのかな。これ勝って気持ちよく終わろう。パラドックスは何が強いんですか？もう鉄の包みじゃないですか？鉄の包みが一番強いと思います。月サーフを包み、あ、包み入り来たじゃん。やっと来たね。どうしよう、また地面テラスタルされたら。これまた地面テラスタルされたらどうしよう。あ、さっきまで使ってましたね。とどろく月と鉄の包みで。で、ちょっと神戸とかも使いたかったから、パーティー変えた感じっすかね。これまた地面テラスタルだってどうしよう。まあまだ始まったばっかなんで、ちょっといろいろ使って遊んでますね、今。ダメージ感覚とかもわかんないしね。え、マジでどうしよう、地面テラスタルしてきたな。え、火炎放射、あ、お前ゾロアークか。なんだ、びっくりしたし、ありがとうございます。これなんか脱出パックとかでも面白そうだね、ペリッパ。脱出パックじゃない、脱出ボタン。鉄の茨はネタじゃないですか、さすがに。いや、ひるむなよ。だいぶ荒らされちゃったな。まあ、一旦土道下山出すか。
包み、はい。で、このタスキさえ削れれば、なんとでもなるんで。OK。通っていく。いいダメージじゃん。ドンプ。やっぱなんか、体幹タスキが多いね。包みは。これチャージビームで落とせるんだよな。ちょっとチャージビしていい？これチャージビームで落とせちゃうんすよね。いやー、クソチャージビ打ちてー。いや、俺は行くわ。よーし！で、8割で特攻が上がる。8割。よーし！古代ポケモンも使ってましたよ、さっき。偉大な牙とか。おい、止まらんぞ。とどろく月。わら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 。これは綺麗に勝ったんじゃないですか。なんかでかくね、こいつ。しかも攻撃が上がったし。お前が鋼テラスタルとかじゃなかったら俺の勝ちだ。なんかでかくね、このトドロック付き。これなんかすごい綺麗に勝ってたね。開幕ちょっときついなって思ったんだけど。え、ちょ、鋼テラスタルとかマジやめろよ。え、ガチで。ああ、よかった。アクロバット型ね。あ、よかった。あぶね。オッケー。これ耐久に振られてたら多分耐えられてるんだけど、まあ多分無理なんだろうな。エースみたいな感じなんだろうね。はい、そんな感じで潜っていったんすけど、まあね、あのイルカマンもイルカマンでもう雨の恩恵があって強かったですし、もちろんやっぱ必中暴風が強かったっすね。もうこの子ね、 あんまりねなんかその目立った、この、パラドポケモンじゃないんですけど、この子、あの、耐久に振らなくても、まあ、HP の種族値が94で、B が86、D が80といって、まあ、めっちゃバランス取れてて、まあ、程よい硬さ持ってるポケモンなんで、まあ、ある程度ね、打ち合い性能っていう、いった面では、まあ、有利に立ち回っていくことができるんじゃないかなと思ってます。やっぱ、暴風が強いですね。うん。まあ皆さんもよかったらね、まあ別にペリッパーと組ませなくても、この子は普通に素のポテンシャルあるポケモンだと僕は思ってるんで、まあ自分なりのカスタムで鉄の神戸ちゃんも使ってあげてください。はい、そんな感じで今回の動画終わるんですけど、まあよかったらね、チャンネル登録、高評価とかコメントいただけると僕の今後のモチベーションにつながるんで、よかったらよろしくお願いします。あとね、まあ冒頭でも申しました通り、定期的にあのライブ配信でランクマッチとか潜ってるんで、よかったらね、そちらの方にも遊びに来てください。はい、じゃあそれじゃあまたどこかでお会いしましょう。さよなら。バイバイ。